皆さん、こんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回のテーマは、キーエンス KV シリーズのデバイスです。キーエンス KV シリーズのデバイス割り付けは、三菱メルセックシリーズと違い、分かりにくいということをよく聞きます。それは、多くの PLC 初心者の方が、最初に触れる PLC がメルセックシリーズだからですし、ある程度 PLC プログラムに慣れた方でも、メルセックに慣れていると KV シリーズの独特なデバイス割り当てに戸惑ってしまうことがありますよね。しかし KV1000 以降の KV シリーズにはメルセック互換モードという便利な機能があります。このモードを使えば KV のデバイスをメルセックと同じ XYM 形式で表示できるのです。この動画では5つのポイントを解説します。 KV シリーズのデバイス種別と機能。 KV にはどのような種類のデバイスがあるのか、それぞれの機能を解説します。 KV とメルセックのアドレス割り付け比較。 KV とメルセックのデバイスの割り当て方を比較し、どこが違うのかを具体的に説明します。 KV 通常デバイスをメルセック互換デバイスに変換する方法。KV 通常デバイスをメルセック互換デバイスにどのように変換するのか、手順を交えて解説します。 R、MR、XYM アドレス変換計算方法。 KV の R、MR アドレスとメルセック互換の XYM アドレス変換の計算方法を解説し、 Excel での計算式も紹介します。メルセック互換デバイス切り替え時の注意点。メルセック互換モードに切り替える際に注意すべき点やその対処方法を紹介します。それではキーエンス KV シリーズのデバイスの種類についてお話しします。ビットデバイスはオンオフの状態を表すデバイスです。 KV シリーズでは入出力リレーは R という記号で表されます。メルセックのように入力が X、出力が Y というような区別はなく、すべて R となります。入力か出力かはユニット構成によって変動します。また R はユニット専用デバイスとしても割り付けられます。各ユニットにはあらかじめ決められた範囲の R が割り当てられています。この範囲をユニット専用デバイス領域と呼びます。こちらのユニット構成情報を見てみましょう。こちらの構成では KV8000 には R30000 から R33915、 KVXLE02 には R34000 から R37915 というように、ユニットごとに自動で R デバイスが割り付けられています。このように各ユニットの制御機能や専用命令用のデバイスがあらかじめ割り付けられるということになります。それから IO ユニットとしてKV-C64X、KV-C64T がついていますが、この構成の場合は R48000 から R48315 までが入力、 R49000 から R49315 までが出力というようになります。また R は未使用領域を内部補助リレーとして使用することができます。この使い方は後ほど説明します。 R 以外のビットデバイスではMR、内部補助リレー、B、リンクリレー、LR、ラッチリレー、CR、コントロールリレーなどがあります。これらのデバイスはプログラムの中でそれぞれ異なる役割を果たします。内部補助リレーの MR ですが、MR はプログラム内のみで使用できるリレーで、デフォルトで最大4000チャンネル、6万4000点が割り付けられています。メルセックでは M になります。リンクリレーも内部補助リレーにあたりますが、 CC リンクやイーサネット IP などのネットワークで使用するように区別されています。こちらはメルセックも同様に B となります。次にダッチリレーですが、ダッチリレーは停電保持リレーやオムロンなどではキープリレーと言ったりします。 PLC の電源をオフにしたりストップ状態にすると、通常はリレーのオン・オフ状態は保持されませんが、
ラッチリレーの場合は直前のオン・オフ状態を保持します。これは機種やレシピの選択状態、有効無効設定、ワークシフト状態など、電源をオフしても直前の状態を保持して再開したい場合に有効です。最後にコントロールリレーですが、これは PLC システムで利用する機能別のリレーです。常時オンや常時オフリレー、クロックリレーなどが該当します。次にワードデバイスですが、こちらは数値データを取り扱うデバイスになります。1チャンネルに対し16ビットデータを扱うことができます。通常プログラムで使うのはデータメモリの DM で、足りない場合は拡張データメモリの EM を使います。 KV の場合は DM と EM それぞれに 65,535 点割り付いていますので、基本的には拡張データメモリまで使うことはないと思いますが、しかしサーボの位置決めデータや計測器のデータ履歴など用途に応じて DM と EM を使い分けることはあります。ファイルレジスタは大量のデータを一括で取り扱いたい場合に使用します。連番で使用したり、バンクごとに分けて使用することも可能です。さて KV シリーズとメルセックシリーズではアドレスの割り付け方法が異なります。この違いがメルセックユーザーがKV シリーズを敬遠する理由の一つとなっています。ここでは KV シリーズとメルセックシリーズの割り付けの違いを分かりやすく説明します。まずデバイスごとの割り付けの比較を見てみましょう。この表を見て分かるように、入出力リレー、内部補助リレー、ラッチリレーの KV シリーズでは 16.1 チャンネルですが、メルセックシリーズでは16進数で表されます。実はこの違いだけで、その他のビットデバイスとワードデバイスはメルセックと同じです。つまり R、MR、LR のデバイス割り付けを理解すれば、あとはメルセックと同じように扱うことができます。それでは KV シリーズの 16.1 チャンネル割り付けについて見てみましょう。例として R205 というアドレスで説明します。このアドレスの下2桁はビット1を表し、0から15までの16点が割り当てられます。デバイス種別の次からビット1の下2桁を除いた数字がチャンネル番号となり、この場合は2チャンネル目ということになります。このように16点チャンネルの割り付けは R の他に、内部補助リレーの MR とラッチリレーの LR にも適用されます。16点で1チャンネルという一塊になるため、例えば R215 の次は R300 となります。メルセックでは X0 や M0 のようにアドレス部分が一桁のものがありますが、 KV では R0 や MR0 は存在せず、 R000 や MR000 のようにアドレス部分は最低3桁になります。メルセックシリーズで使われる16進数割り付けも理解しておきましょう。例えば B1FF というアドレスですが、下1桁がビット1となり、16進数で0から F になります。残りがチャンネル番号となり、 B はデバイス種別を表します。これが16進数割り付けと16点チャンネル割り付けの違いです。 KV シリーズを理解する上でこの違いを把握しておくことが重要です。まず KV スタジオでラダーを開きます。このラダーは KV の通常デバイス形式で作成されており、 MR や DM といったデバイスが使用されています。これをメルセック互換モードに切り替える方法を見てみましょう。方法は2つあり、1つ目はキーボードショートカットや画面表示なども含め、メルセックの GX デベロッパーと互換させる方法です。ツールからカスタマイズ、ショートカットキーの順に開きます。一括変更のボタンをクリックすると、キー形式の選択画面が出ます。デフォルトでは初期形式になっていますので、 KV スタジオ標準のキーボードショートカットが割り当てられていますが、ここで GPPQ 形式を選択し OK をクリックします。これにより MR は M に、 DM は D に変換されます。さらに十進乗数がシャープから K に変更されています。ここには載っていませんが、
16進乗数も KV はドルですが、メルセックでは H になります。また画面の背景にあったグリッド線が消えます。 R はそのままですが、内部補助リレーとして使用されているため、この場合は変換されません。この辺は後でまた説明します。またこちらのキー割り当てを見ると、 GX、デベロッパーや GX、ワークスと同じキー割り当てになります。例えば F5 が A 接点、 F6 が B 接点、シフト F9 が縦線、 F9 が横線などです。元に戻す場合は同じ手順で初期形式に変更します。 KV スタジオの標準キー割り当ては F5 が A 接点、シフト F5 で B 接点、 F8 が縦線、 F9 が横線になります。もう一つのやり方ですが、キー割り当てや表示画面を変えずにデバイスのみメルセック互換に変更する方法です。ツールからオプションを開き、表示モードの設定を開きます。XYM 表示にチェックを入れ、適用して OK をクリックします。画面表示のグリッドやキー割り当てはそのままで、デバイスのみ変換されました。メルセックの GX、ワークスに慣れていて、メルセックも KV も両方使うという場合は、まず GPPQ 形式に変更し、キー割り当てをメルセックと同じにしておいて、オプションで XYM 表示のチェックを入れたり外したりすることで、キー操作はそのままにアドレスのみを切り替えることができます。 KV 通常デバイスとメルセック互換デバイスを切り替えると、 MR と M のアドレスが全く違うアドレスになっています。例えば MR604 を XYM にすると M100 になります。M604 にはならないのです。これは KV の16点チャンネル割り付けとメルセックの16進数や10進数の割り付けの違いによるものです。でも安心してください。実はプログラムの内部処理ではメルセック互換に切り替えても KV 通常デバイス割り付けのままで動作しています。したがって KV スタジオでの表示の見え方が変わっているだけです。KV スタジオではこのようにアドレスが全く変わっても自動で変換してくれますので、あまり不便ではないのですが、 R から XY、 M から MR へのアドレス変換の法則を解説します。例えば R32000 を変換する場合、チャンネル番号とビット位置を分けます。チャンネル番号はそのままで、ビット位置の00から15を16進数に変更します。したがってR32000 は X または Y で3200となります。次に MR を M に変換する場合ですが、こちらは少しややこしくなります。アドレスが若番の場合はまだいいのですが、大きくなると瞬時に変換するのが難しくなります。例えば MR32010 を変換する場合、チャンネル番号の320に16をかけます。答えは5120です。これにビット位置の10を足して5130になります。したがって MR32010 は M5130 となります。逆に M を MR に変換する方法も説明します。例えば M5130 を変換する場合、5130を16で割り、小が320、余りが10になります。小がチャンネル番号、余りがビット位置となり、MR32010 となります。 Excel でアドレス変換のリストを作成する場合は以下の数式を使用します。 A1 セルに元のアドレスが入っていると仮定します。ただしセルの値が文字列になるとエラーになるため、その点に注意してください。それでは最後に、メルセック互換デバイスに変換した場合や変換してから KV 通常デバイスに戻す場合の注意点についてお話しします。まず一つ目の注意点は、スクリプト内のデバイスが変更されない点です。 KV スタジオで確認してみましょう。このようにこちらのプログラムはスクリプトも含め KV 通常デバイス形式で作成されています。これを XYM に変更してみます。
ダダーのデバイスは M や D に変わりましたが、スクリプト内のデバイスは DM や MR のままです。 XYM で作成して KV 通常デバイスに変更した場合も同様で、スクリプト内だけは変換されません。これも見た目だけなので、スクリプトは正しく動作します。したがって見た目無視でそのままにするか、手動でアドレスを打ち直すしかありません。次の注意点は、キーエンスの VT シリーズ以外のタッチパネルで KV 接続の場合に XYM のデバイスで設定できないことです。そのためタッチパネルのスイッチやランプなどのビットデバイスを設定する際は R で統一することをお勧めします。理由は2つあります。1つはメルセックではユニットが割り当てられていない領域の XY をダダーで使用できますが、KV ではユニットが割り当てられていない領域の XY はダダーで使用できないためです。実際に見てみましょう。例えばこちらの場合、 Y493F 以降はユニットが割り付けられていませんので、それ以降の例えば Y5000 や X5000 はダダーで使えないんですね。ダダーを書く時点でこのように入力が不正ですとエラーになってしまいます。もう一つの理由は MR でタッチパネルのスイッチやランプを設定することは可能ですが、ダダーを XYM に変更した時にアドレスが全く違うため、後から見た時に瞬時に判断できないことです。先ほどのように計算をしなければならないため作業が煩雑になります。一番最初に説明したように R の未使用エリアは内部補助リレーとして使用できます。例えばこちらの構成では R30000 より前の領域は未使用であり、 R000 から R29915 までは内部補助リレーとして自由に使用できます。この未使用領域の R は XYM に切り替えても変換されません。 KV を使用する際にはタッチパネルには未使用領域の R を割り付けるとデバイスが固定されるので、基本的に私はそのようにしています。最後の注意点は、スクリプト内に XY デバイスを使用した場合、 KV 通常デバイスに戻すとエラーが発生する点です。これもちょっとやってみましょう。簡単にこのようなスクリプトを作り、一度 PLC に書き込みます。その後 XYM を解除しプログラムを追加したり、 KV スタジオを再度開いて PLC に書き込もうとすると変換エラーが発生します。この場合 Y3003 を R3003に手動で書き直す必要があります。 MR と M の関係はエラーになりませんので、スクリプト内では XY デバイスの使用を避けた方がいいでしょう。これらの注意点を考慮すると、設計時にどちらのデバイス形式を使用するかを一度決めたら、むやみに変更しないことが重要です。これによりエラーや混乱を避け、効率的に作業を進めることができます。いかがでしたでしょうか。 KV シリーズのデバイスを理解し、メルセック互換モードの設定方法を身につけることで、メルセックと KV を混乱なく使用することができます。 KV シリーズとメルセックシリーズのデバイス割り付けの違いを理解し、メルセック互換モードの設定を活用することで、 KV スタジオの操作感をメルセックに近づけ、両方のシステムを使用する際の混乱を避けることができます。これらの内容を理解することで、 KV シリーズに対する苦手意識を払拭し、 KV シリーズ導入のきっかけになれば嬉しいです。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。